ということでね、今日もね、なんか GoTo イートができるとかできないとかっていう噂があって、これですよ、皆さん。GoTo イートポイントですよ。ほら、ピコピン、ピコピン。あのね、鳥吉商店は入れてくれたから、2000ポイント。ビューティーしてみようかな。ホットペッパービューティーしてみよう。これね、ホットペッパーグルメ、ビューティーじゃなくて。高田のかかってる。ゴートゥーイートキャンペーンであったし。ニッコルマッコリ、タコノババ。ニッコルマッコリ、タコノババじゃん。
クールームと。お席のみの予約やってみますよ。ゴールデンイートキャンペーンになったんですか。おいね、夜だけだった。ずっと予約可能なお時間。例えばこうすると昼になったりとかもないという。難しいな。すごい難しい。ここはあんだよな。こういうとこ使っていいんだよね。これとさ、すごい喜びに伝わるもん。喜びマグロンチだよ。すぐ行きたいよ。ブレケーキ2000円。ゴールドすごい。難しすぎる。探すのが難しい。いいとね、マスターにね、どうするかな、どうだ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 、今度はミート酒場、東京ミート酒場高田馬場店。マヤミキの精神を捨ててはいけないということなのかな、これは。マヤミキの精神捨てちゃいけないのか。あれ、ここもあった。これマヤミキの精神捨てちゃいけないんだな。精神してな
うかもよ。これにしよう。最近もボディが入ってなかった。ここは入ってる。石川もね。石コモンのランチは石コモンできると思うんだよな。ないんだ。まあ、やっぱ。で、ちょっと。やったらとかできない。どんどん動いていくって書いてある。あんまりね、N 座は好きじゃない。N 座があんま好きじゃないとかと思う。どうだろう、ここ。ヤダラメだ、ヤダラメ。ヤダラメにしたんですよ。これいいと思う。近所もあったんじゃないの？嫌だな、目にしない。ようやく確定する。 N ザー聞いてみよう。じゃあね、これ OK なんで。設定は可能です。しゃぶしゃぶビュッフェしゃぶ用とかできる。しゃぶしゃぶビュッフェしゃぶ用できたらちょっとね、時間がないみたいな。どうやって
予約できない。どういうこと？ここわかんない。すいません、ちょっとホットペッパーグルメ見てるんですけど、しゃぶようさんってGoTo Eat使えるんですか？あ、そうなんですね。あ、じゃあ予約がやっぱ出てないから今は使えないってことなんですね。あ、わかる。じゃあ予約できればランチでも大丈夫なんですか？いっぱいになってるんです。はい。ってことですね。あ、わかりました。ありがとうございます。どしゃぶよ、すげえ人気だな、これ。ということはですね。ウイグル料理、ウルムチという噂が出ました。できた。じゃあね、ちょっと今急ぎで行ってきたと思います。